川名ホテルゴルフコースは、静岡県の伊東市にある川名ホテル付属のゴルフコース、大島コースと富士コースがある。最初に設置されたのは、大島コースで一般にはトーナメントが開かれている富士コースの知名度が高い。眼下に太平洋を望むシーサイドコース。造成は、第二次大戦中で、東条秀樹に目をつけられ、近所から牛を借りてきて牧場に偽装したという、 エピソードがある。日本でも屈指の難コースであり、特に上がりの3ホール、16番、17番、18番は、神に祈るという意味も込められて、アーメンコーナーと言われている。16番は、左側がすべて、OB というホール。17番は、川名物のあの砲台グリーンが、山のてっぺんを思わす急斜度でそびえており、一寸でも、ラフに入ると外貨へ落ちてしまう。 18番も打ち上げのホールとなっている。12番は向かって、13番は背後に打つ、川名灯台もある。グリーンは芝目の強い高来芝であるため、パッドの難易度も高い。2004年までは男子ゴルフの富士山系クラシックが行われていたが、2005年からは男子と女子のコース及び開催時期を入れ替える形で富士山系レディスクラシックが行われている。 なお大会開催時には、ギャラリースタンド建設及び大会演出上の都合のため、1番ホールを18番ホールに、2番ホールを1番ホールに、という順番で1ホールずつずらして開催される。これについて、ゴルフトーナメントプロデューサー、戸張都市は、富士テレビ739で放送された、富士山系クラシック黄金伝説の1980年大会の、 放送後に付録として述べた階層にて、1980年代からテレビ前世の時代になるにあたり、せっかくならテレビ映りの良い景色のあるコースでやったらどうかということで、運営主体を産経新聞社から富士テレビジョンに移すにあたり、当コースに移設したとしており、加えて海の見える景色を配慮したレイアウトをとして、通常1番ホールであるところを18番ホールに、 するなどの工夫を凝らしたことで、それらが様々なドラマを生み出したと述べている。本文中では、大会開催時のホール番号で記載している。富士コースは、日本を代表するゴルフ場の一つで、世界のゴルフコースランキングでも、日本のゴルフ場の中で常にトップにランクされる。US ゴルフマガジン誌や、US ゴルフダイジェスト誌などによる、世界トップ100コースにランキング入りする。 海外で高い評価を受けている。当該番組カルトゥーコトップ100公設インザワールドカワナ2020年7月1日閲覧。ありがとうございます。